ディスプレイ用の棚に、なんだろう、これ何て言うんだろう、フェイクレザーなんちゃらかんちゃらみたいな感じのポリウレタンかな。これが裏、表はこんな感じ。滑り止めマットか。おお、両面テープでくっつけて滑りにくくしましたよ。あとはどれだっけな、スマホスタンド、100円ダイソーです。とカメラの三脚、2段階になるやつ、100均で、これが滑ってしまうので、もう先に同じものを接着剤で取り付けましたよ。こんな感じ。裏に両面テープを貼って、穴開けパンチ、名前が書いてある。ちっちゃい、どれくらいだろう。もう一つこっちも買ってみたんですが、高さが足りなかったので、これですね、つけて、三脚として活躍してもらいます。あとでキーちゃんの動画を撮るので急いで買ってきました。こんな感じ。 LOL の開封は後でします。